はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12月27日ですね。27日になりました。今年も残すところあと4日半ということですね。もういくつ寝るとの世界でね、日曜日でございまして、朝ね、僕さっき着いたんですけどね、12時前に事務所に入りました。いつもよりだいぶ遅いですね。ね、30分以上遅いかなという感じですけど、なんか街はちょっと静かになったような感じがします。東京都でね、多分もうすぐね、今日あたり1000人ぐらい出るんちゃうかという話で、なんか嫌な感じになってますけど、まあ実は私何度も言いますけど、あんまり気にしてません。なもその統計数字で見ればね、そんなに恐れるほどのことはないという、ことはないと思いますね。感染者の発症する人が 1,2 割ですね。重症化する人も感染者のうちの 1% から 3% と言われてます。な、実際のところよう分かりませんけども、まあそれはええとしまして今朝ね、やっぱりニュースを見ながら、スマホでニュース見ながら来るんですけども、村上春樹さんのが目立ってましたね。日本の政治家は紙に書いたことを読むだけで最悪みたいな、これ書いてあって。うん。それは村上春樹さんみたいな人が言うとね、なんかそれらしい聞こえるわけですけども。菅さんのね、国会の答弁がですね、紙に書いてあることを読むだけということで、だいぶこう評判を落としましたけど、菅さん、お話があんまりお上手じゃないですね。先日、2、3日前に安倍さんが久々に国会に出てですね、安倍さんや、みたいな。まあ、あれですね、喋るの上手ですね。上手というか、その時間稼ぎがうまいですね。余計なことペラ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 喋ってですね、時間を稼ぐと。まあまあ、ちょっと今までにないタイプの政治家だったんでしょうね、安倍さんっていうのは。菅さんというのは今までの日本の政治家によくいるタイプです。その饒舌ではないですね。それは政治家ですから喋るんでしょうけども、即位透明なですね、こう切り返しができるタイプではないんですね。まあそういう感じの知性もお持ちじゃなさそうです。で、日本の政治家で見てて思うのはね、どう言いますかね、政治業界というところに蔓延してる兆候はね、反知性主義ちゃうかなと思うんですね。反知性主義っていうのは、つまりその教養主義というのが対極にあるんですけども、その人間というものは、教養を深めるなければならないという使命というか、まあミッションがあるもんやと、誰にもそれは備わってるんやと、だから教養を深める義務があるみたいなね。である一定レベルの地位やポジションになる人は教養がなきゃいけないぐらいの、まあそういう感じのが教養主義だと私は理解してるんですけども、反教養主義っていうのは別に教養を否定するわけではないんだけども、それはそんなそこまで必要ないやろと、そんなことよりも人間にはですね、経験則であるとかですね、もっとその合理的な、誰もが納得するような合理性があればそれでいいんやみたいな、アイゼンハワーっていう大統領がいましたけど、彼は反知性主義だと言われています。何をしたかというと、大統領として何をしたかというと、私はすぐに思い出せないんですけど、アイゼンハワーっていう方は WW2 の時 のヨーロッパ方面の総大将ですね。で、太平洋方面の総大将がマッカーサーでした。で、お二人はライバルであったんですけども、結局、マッカーサーは朝鮮の戦いでちょっとこけましてですね、アイゼンハワーは大統領になれたんですけど、マッカーサーはなれなかったという経緯がございます。その、アイゼンハワーという方が反知性主義でございまして、この方がですね、安倍ちゃんのおじいちゃんにあたります、岸信介という方と非常に仲が良かったんですね。で、日米安保条約の改定までやってました。だから1960年かなぐらいの時の、総理大臣と大統領、アメリカ大統領がアイゼンハワーという方です。で、軍人さんなんで、しかも総司令官になるっていうのも大変優秀な軍人さんなんで、勉強ができないということでは全くないんですよ。全くないですよ。日本では東大出てるようなもんでして、今の日本ではね。
よく切れる方なんですけど、頭は切れ切れの、よく、まあ、要は賢いという意味でね、方なんですけども、この方が反教養主義であったと言われています。ほんで、日本の場合で言えばですね、田中角栄さんなんていうのは反教養主義っていうか、まあ、反教養主義を絵に描いたような人ですけど、別に、方がですね、教養を否定していたとか、知性を否定していたとか、そういうことはなかったと思います。それはそこでちゃんと尊重したわけですね。でも、別に、こう、知性とか教養とかなくても、大きな仕事はできるんやで、という意味においての、反教養主義の象徴的な人物は田中角栄ですね。ものすごく頭が良かったそうです。1970年代、日本と中国はですね、国交、今の共産党の中国とですね、国交を結ぶんですが、まあ、その時も揉めに揉めたらしいですよ。で、田中角栄さんと周恩来さん、向こうのね、トップ、ナンバー2ですけど、当時のね、キャンやってですね、よっしゃって、わかったとかって、で、これこれこうで手打とうとかって、で、帰ってきて、大平正義なんていう人がいるわけですね。で、大体まとめたからって言って。で、でも、総理って、これこれのもう、懸案が残ってますが、って言って。こんな小難しいことは、お前ら大学でがやったらええねんとかって言うたらしいですね。まあ結局まとまったからええようなもんの。まあそういったね、どう言いましょうね、教養がなくっても、それは大したことではないと。いう、こう、空気が日本の政治界には蔓延してましてですね。だから、教養主義の目から見ると、なんやねんみたいな、振る舞いがまかり通っていますね。例えば、野党がですね、国会で質問しますけども、もう本当に上げ足取りみたいなですね、いろんな、こう、あれを仕掛けてですね、罠を仕掛けてですね、で、上げ足取りをしてですね、そこで国会を紛糾させて、いかにも私たちはやってますみたいな、あんなんね、なんて言いますかね、教養主義的な目から見たらね、なんと野蛮な、しょうもない。しょうもない議論なんやと思うわけですね。で、別に菅さんをね、弁護するわけではないですけども、そういうしょうもないね、質問に対してね、紙に書いてある答えを読んでて何が悪いのと思うんですよね。まあ確かに菅さんもね、教養があるとは思いません、あの人、あの方見てて思うのは。言葉もね、上手に操れないわけでして、深い教養があるとも思えない。まあ普通にね、読み書きはできるでしょうし、まあ大学も出なってるんでね、その程度のことはあるとは思いますけども、まあ本もお読みになるようですし、人の話をよくお聞きになるそうですから、そういう点ではですね、別に日本の政治家の平均レベル以上の知性をお持ちなのかもしれません。でも教養的なタイプではないですね。だって安倍さんが教養があるかってそうでもないですね。別にね、最近の政治家で教養がある人なんて思い浮かばないですね。ほんまに昔の長曽根さんなんかはね、割と教養主義でしたね。教養があったかどうかは知りませんけど、まあ多分でも私が見る限りあったような感じはしますけどね。もうお亡くなりになりましたね、去年か一昨年、去年ですか、お亡くなりになりましたけど、海外、特にね、フランスとかドイツとかいう国は、大統領や首相っていうものが教養がなければならないというふうに思ってるわけですね。基本的に。それが、資格、基本的な資格ではないかぐらいの感じですね。特にフランスはそうですね。で、アメリカもそもそもそうやったんですけども、そのトランプという方がですね、それすべてをぶち壊してしまったわけですよ。ただの、ちょっと、あれですよ、おもろいおっさんなんですね、トランプというのはアメリカ人からすると。で、その、白人的ノリが上手でですね、白人の中下層のノリが上手な、まあ、不動産屋、土建屋の親父っていうかね、日本的に言えば。で、すべてをぶち壊してしまったわけですね。で、トランプさんの前のオバマさんっていうのは、非常にこの、なんていうか、こう、教養主義な感じの人ですね。で、大体アメリカ大統領で、教養がなさそうやなっていうのは、ブッシュ息子がそうでしたけども、彼一応ハーバードに出るんでね、まあまあなんとかなんとかって、政府かなと。で、古くはアイゼンハワーとかなんですけど、学歴は立派なんですよ、皆さん。でもまあ、教養主義か教養主義じゃないかということで言えば、アメリカは一応教養主義かなという気はしますね。で、日本はそうじゃないんですよ。日本はそうじゃない。だからね、そういうね、文化の違いがあるんでね、しゃあないやんということがありますね。
で、有権者もね、その、強要ということを一つの基準として、投票してないじゃないですか。この人面白いわとか、なんかやってくれそうやわとかって、そういう感覚で投票してる人がほとんどなんで、そんなんね、村上春樹さんがね、だから村上春樹さんは もちろん強要になる方だと思うんですけど、紙に書いたことを読むから最低とか言っても、そういうなんか薄っぺらい議論やなという気がしましたね。まあそうやって非難するのは簡単ですけどね。だからまあ、村上春樹さん、的なですね、見方をする日本人は多くなるのかなと。でももっと深いところをね、理解するべきですね。教養主義であるかないか、反教養主義なのか、あれそれを教養している社会なのか、人々の価値観にどの程度その教養主義が入っているのかというあたりをですね、考えれば分かるだけのことやないのと、私は思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。